以下は、高松こと平電気鉄道が運用する、非接触方式 IC カードを利用した、ストアードフェアシステムカードで、同社の登録商標である。名称は、同社のマスコットキャラクター、イルカのことちゃんと IC カードから由来する。タッチゴーの動き2005年2月2日から、四国の鉄道、バスでは、初の非接触式 IC カードシステムとして、 サービスを開始した。キャッチフレーズは、電車もバスもスイットピ。2011年8月の時点で約21万枚を発行している。こと沿線や高松市街の一部店舗では電子マネーとしても使用できる。導入により、ことの乗車券は何件から磁気券を飛ばして一気に IC カード乗車券へ進化したことになる。 ソニーが開発した非接触方式 IC カードフェリカの鉄道サイバーネ企画準拠カードを採用している。カードの裏面に記載の番号の初めの文字はコトデンから KD である。システムの構築は東芝が言った。カードの図案はタイル目模様とカード上部に以下の文字を、そしてコトデン及び以下、イメージキャラクターイルカのコトちゃんをカード右下部に配している。 交通機関では、以下の路線、航路とレンタサイクルで利用できる。なお、導入時からの利用可能事業者の一つであった、徳島西部交通の高松駅塩野へ、穴吹駅線全区間は2012年4月1日をもって休止となった。このほか、正規の旅客用ではないが、以下職務乗車証が存在する。デザインはタイル目に黒と茶色で、通称は黒イルカ。 ことでん、ことでんバスの社員に支給される。この表での、バスとは、ことでん、バス、大川バスの以下対応路線のことを指す。なお、小豆島オリーブバスでは、利用ごとに、一律13%の割引を実施する。フリー以下スクール以下シニア以下の3つに有効。いずれもことで各路線とことでん、バス、または、大川バスを相互に同日中に乗り継いだ場合、電車または、 バスの運賃から100円は利引される。盗難や紛失等の場合、以下取扱窓口にて、使用停止手配を行い、再発行する。その際に、デポジット500円と再発行手数料100円が必要となる。下記の駅、バス案内所にある以下取扱窓口で購入する。以下定期は、定期券代金、それ以外の場合は、利用金額分として1500円を支払うとともに、 デポジットとして500円を預ける。しかし、無記名以下の場合三条駅で購入することもできる。蒸気のほかフリー以下に限りバス車内で発売しており、バス運転士に申し出ると購入できる。フリー以下は身分証明書等がなくても購入できるが、スクール以下は、生徒手帳や、学生証、キッズ以下と、シニア以下は、保険証などの年齢が証明できる公的な証明書。 ゴールド一家は、年齢に加えて、住所、氏名も確認できる公的な証明書グッ。小豆島オリーブバスでは、都の商工の同社窓口及びバス車内で、大川バスでは、本社窓口及び車内で発売する。下記の駅にある以下定期券取扱窓口で購入する。バスは、従来の紙製定期券を使用する。なお、以下定期券の発売に伴い、 定期券発売駅が大幅に削減されたため、非定期券発売駅から最寄りの定期券発売駅までことで電車を利用する場合は無料で乗車できる。詳しくは、駅係員か車掌に問い合わせられたい。フリー以下、高松観光以下と以下定期券以外の所持にあたって資格が必要な以下は、カードの使用にあたって有効期限があり。 所持する本人が資格を有するかを確認する目的で、以下の更新という作業が1年ないしは半年に1回、必要である。カードの種類ごとに指定された時期に、上記の以下取扱窓口へ、購入時に提示したものと同等の身分証明書と、更新する以下を提示し、更新する旨を伝えると窓口の端末で、カード内の情報を書き換え有効期限が延長される。なお、 以下定期券や他社の類似サービスと違いカードに有効期限などは、印字されない。各カードの更新日は次の通りである。なお、更新の手続きは、更新日の2週間前から受け付ける。次回更新日はカードを使用するたびに改札機や、運賃箱のディスプレイに表示され、更新日の2週間前になると更新を促す、メッセージが表示される。 更新手続きを行わないまま更新日を過ぎるとカードが無効となり使用できなくなる。一旦無効になったカードは上記の更新期間以外でも窓口に持参すれば更新の上再度使用できる。以下対応の自動販売機以下、対応コインロッカーコンビニエンスストアに設置された以下リーダー。電子マネー利用店舗はすべてこのリーダーを使用している。以下ポイントとは、 以下でのショッピングに対して、ポイントが貯まり、ポイントを以下の残額へ交換できるサービスである。カードの種類に関係なくどのカードでも無条件で、電子マネーによるショッピングにポイントが貯まる。加盟店舗に関係なくポイントの獲得条件が100円で1ポイントである。点や、ポイントの有効期限が取得した全ポイントに対して、ショッピング最終利用日から2年である。ともそして、 定期的に開催が予定されている、ポイントを2倍ないしは3倍は乗せする、キャンペーンなど、ポイントが貯めやすいシステムとなっている。自動改札機は、高松地方、片原町、河原町の3駅に、それ以外の駅には、簡易型改札機を設置している。ことででは、磁気式切符を導入することなく、肘機券から一気に IC カード乗車券に進化した。このため、 自動改札機はすべて IC カード乗車券専用であり JR で購入した企画切符等でも友人改札を通る必要がある。乗るとき編集残額が最低10円あれば入場可能。自動改札機または簡易改札機の読み取り部分に軽くタッチする。ピまたはピピという音がしたら通れる。もしピピピピピまたはピーとなった場合はディスプレイに 通れないことが表示される。残金が不足した場合はチャージし、処理未了の場合はもう一度タッチし直し、出場記録なしの場合は駅員または乗務員に知らせる必要がある。タッチゴーの動き以下簡易リーダー駅に設置された簡易以下リーダー降りるとき、編集自動改札機または簡易改札機の読み取り部分に軽くタッチする。 またはピピという音がしたら通れる。もしピ,ピピピピまたはピーとなった場合はディスプレイに通れないことが表示される。残金が不足した場合はチャージし、処理未了の場合はもう一度タッチし直し、入場記録なしの場合は駅員、または乗務員に知らせる必要がある。改札機タッチ時の音の意味、編集 JRK や大手施設などの IC カードと同一である。乗るとき、 編集乗車時に乗車用センサーにカードを軽くタッチする。PU 音がしたら正常に乗車処理が行われて乗車できる。もしピピピピピとなり、もう一度タッチしてくださいと表示された場合は、再度タッチしてみる。P となり、このカードは使用できませんとともにエラーコードが表示された場合は、ひとまず整理券を取って乗車し、乗務員に確認を依頼する。降りるとき、 編集下車時に、運賃箱横にある下車用センサーにカードを軽くタッチする。PU 音がしたら、正常に乗車処理が行われて下車できる。もしピピピピピとなり、もう一度タッチしてくださいと表示された場合は、再度タッチしてみる。P となった場合は、表示内容によって運転士の指示に従う。乗車停留所が分かれば運転士の機器操作により処理、できる。チャージしてから、 再度タッチする。エラーコードが表示されるため、指示に従う。利用者ミスによるエラーは、残高不足のほか、シニア以下など、更新期限のある以下カードの期限切れが多く、社内ポスターで注意を促している。更新期限切れの場合、社内で期限更新はできないため、その場は、現金で無割引きの運賃を支払うことになる。バスでのセンサータッチ時の音と、その意味。 編集バスでは IC カード定期券は発売していないため、鉄道とは多少異なる。また、合成音声による案内も行われる。以下、チャージ機以下、チャージ機電車、バス共通、編集ことで電車、編集バス車内、編集バス停車時に、バス運転手に申し出る。1000円札専用で、1000円単位で5000円までチャージ、できる。5000円札、 一万円札しかない場合運転手に申し出ると千円札との両替ができる。なお、バス車載機では、石像と表記、案内されているが、チャージと同意である。商店街など、編集114サリアとかは、114銀行が2012年1月24日から取扱いを開始したカードで、時効のキャッシュカードとクレジットカード、カードローン、 以下機能を一体化した一体型カードで以下機能がないタイプやクレジットカード単体型カードも取り扱っている。キャッシュカードとしては114銀行の ATM の時間外休日利用手数料が無料となりクレジットカード年会費が初年度は無料2年目以降は一定の条件を満たしていれば無料となる。以下としての取り扱いは記名式フリー以下と 同じ取扱いとなり、現金チャージのみしか方法がない。オートチャージやチャージ機でのクレジットチャージ等、サリアとかクレジットキャッシュカード機能との連携は一切考慮されていないので注意が必要である。IC カード間の相互利用関係。以下導入に先立つ2002年2月25日、高松琴平電気鉄道、伊予鉄道、土佐電気鉄道、JR 四国の4社は、 各社で使用できる四国共通カードを2014年をめどに導入することで合意した。JR を除く各社は当社の他 IC カード、デスカと2009年までに IC カード乗車券の導入を完了した。しかし共通カード化に向けた動きは伝えられていない。JR 四国は2010年に就任した泉正文社長の就任決定時の記者会見で、 将来的に IC カードの導入を進めたい考えを示し、4から5年程度でセットしないといけないだろうと述べたが、共通カード化については言及しなかった。一下の相互利用に関しては2011年に、まず、香川県限定で JR と相互利用できないか検討中とコメントがあった。その後、2012年3月17日より、高松駅、 境出駅に限りアイコカが導入された。2012年7月30日に JR 四国は JR 西日本とともに2014年春以降予算線の一部と瀬戸大発線へアイコカを導入すると発表し2014年3月より香川県内で運用を開始した。JR 四国は独自の IC カードは導入した場合 JR 西日本との相互利用が難しくなる点や IC カードの導入コストを抑制するため、JR 西日本のアイコカを導入することで決着した。ただし JR 四国の駅で発売するアイコカは独自デザインとなる。JR 四国のアイコカ導入発表後に、以下を含めた四国の他の IC カード乗車券との相互利用についての見解は表明されていなかった。なお、以下が裁判で企を採用しているのに対し、 デスカや ICE カードは被災版で企画であるため、現在のカードでは短期的な共通化は困難との指摘がある。国土交通省は2015年7月15日に公表した交通系 IC カードの普及、利便性拡大に向けた検討会取りまとめの中で以下を含む地域独自カードについて全国相互利用可能となっている10カードの 型利用共通接続システムを構築することで、相互利用可能10カードを、独自カード導入交通機関で利用可能にすることを検討するとしていた。2017年3月4日付の四国新聞によると、2017年度中をめどに、スイカやアイコカなど、交通系 IC カード全国相互利用サービスで使える IC カードを、 ことでの電車全路線で使えるようにするとの報道があり、9月28日には JR 側からも正式発表が行われた。相互利用 IC カード使用のための事業費は約8億3700万円で、1、3を国の女性でまかない、香川県及び沿線自治体も支援を拠出する。2018年1月22日、 ことでんにおける全国相互利用サービス対象の IC カードの通用を同年3月3日に開始すると発表され予告通り3月3日より導入された。また将来は相互利用サービス対象 IC カードの利用範囲をことでんバスが運行する高松空港リムジンバス等に拡大することも検討すると報じられていたが2019年3月2日からはこと電。 バス全線にも全国総合利用サービス対象の IC カードの通用が開始されている。なお、共通利用開始後も、片利用のみで、以下は他社線では利用できず、一方全国総合利用サービス対象 IC カードでは、以下を導入している、大川バス、小豆島オリーブバス、コミュニティバス等のバス路線や以下用、電子マネー端末の利用はできない。また、以下の、 各種割引も、相互利用のほか IC カードでは適用されない。ありがとうございます。